マイクロソフトマイクロソフト Windows、Windows NT 系、w Windows サーバー Windows サーバーは、マイクロソフトのサーバ用オペレーティングシステムである。Windows NT は元来、サーバ向けに開発された OS である。Windows NT3.5 からは、ワークステーション版が登場し、Windows 2000プロフェッショナル以降は、コンシューマーも利用できる OS として開発されたが、サーバ版も引き続き存続した。 ボイスラーからはそれまで Windows 9x 系の利用が推奨された、コンシューマー向けに普及が図られた一方、サーバー版は Intel Itanium、Itanium に専用の Windows Advanced Server、Data Center Server、Limited Edition を経て、XP に遅れる形で Windows Server2003 として分離することになった。Windows Server は長期サービスチャンネルに該当し、 リリース日から10年間サポートされ、サポート期間は5年間のメインストリームサポートとさらに5年間の延長サポートに分かれる。Windows Server 2008からはサーバーコア、Windows Server 2016からはナノサーバーと呼ばれる GUI のないエディションが存在する。Windows Server のバージョンの一部には特別なエディションがある。例えば Windows Home Server。 Windows HPC サーバーが挙げられる。また、Windows Server Essentials や、Windows Essential Business Server など、Windows Server の機能制限版と、Microsoft c e l v e r s 製品とのソフトウェアバンドル版も、存在する。ホームサーバー Windows Server、バージョン1709より1年に2回リリースする、半期チャンネルを新設した。サポート期間は、リリース日から18ヶ月である。 マイクロソフトはこのチャンネルの下で Windows サーバーを年間2回リリースするとしている。リリースには GUI デスクトップ環境のないサーバーコアとナノサーバーも含まれる。このチャンネルのオペレーティングシステムはソフトウェアアシュアランス、Azure Marketplace、Visual Studio Subscription などのサブスクリプションサービスの一部として利用できる。ありがとうございます。